ストごっこ。ポストはやってない。店の名前もプラスされて変わらないんで。今日だってカメラなんか回してほしくないし、こんなポストの本質に対してバカにされてるから。ユノさんが作ったこの店、ホストごっこって言ったやつ絶対許さんし、エルコレ全員とかってこいよ。よいしょ。うえー、ジングルーさんもエルコレさんもとことん僕の組織のために利用させてもらって這い上がっていこうと思ってますし、歌舞伎町の店舗さんにも1億店舗、2億店舗いっぱいあると思うんですけど、そこにも買っていける組織絶対に作るんで、もうそのぐらいで来てくれた方がいいんで、俺が絶対ナンバーワン店舗になってやるぐらいの気持ちの方がすごく嬉しいんで、そっちの方が発展していくんで。ユノは20名以上のキャストを引き連れて合流。 GO グループの原点である箱を森田会長から託され、リアルとして営業をスタートしていた。お疲れ様です。今日、まあ、リアル見ようかなと思ってるんですけど、まあ、正直なところエリートとパーフェクト、自分が見た感じでホストレベルを見た時にものすごい低いなと思ったんで、はい、もう分かりやすく言ったらホストじゃないんですよ、ただバーなんですよ。そんな状態でじゃあ、ね、GO が1億目指せるのかって言ったら まず目指せないです。今日行ってみて、もしあのダメなところがあったらもうガツガツ変えていこうなと思ってます。疲れるつもりで行くわけじゃないんで、勝ちに来てるんで、はい、脱落する男の子たちは何者かのまま消えると思うんですけど、そこからがその大阪の男の子たちの真価が問われると思うんで、戦場恐ろしい男と教えてやろうかなと思ってます。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日からよろしくお願いします。あ、お願いします。お願いします。お願いします。今一回来てるんですよ。あ、そうなんですか。はい、どうぞ。ゴーさんが思い出の箱ということで。あ、なるほど。そう、GO の一番最初の箱ということで、まあ、イノさんがこうやって参戦してもらって、はい、はい、さらに大阪みなみめっちゃ強くなると思うんで、今取っていきたいなと思ってます。今日厳しめに行くんで。ありがとうございます、はい。まあ、じゃないと歌舞伎に勝てないんで。そうですね、うん。店内に鋭く目を光らせる群衆、すると今まで大阪では当たり前だったことが次々と問題点として指摘が入る。この片付けは誰がやるんですか。リセット全然されてないんで、それ設定しないとダメですね。そうですね。このまますると放置で当たり前になっちゃうんで、うん、僕はどういうの。いや、あの、ユノさんが言っちゃダメです。ユノさんが指示出してください。指示出してやらせてください。レオ君さ、今さ、そこでサイコロやったやん。何サイコロやったの。ゲームしなかったらさ、会話できない、はい、会話できないですね。ああ、じゃあゲームやることでなんかお互いに関係者のさ構築できるかできなくない。できない。ああ、楽をしたいからゲーム逃げるだけ。これホップじゃないよ、これバーじゃないから、こう、はい、ゲームに逃げるのやめても今後ダメ、はい、当たり前に回転優先つかないと20分ぐらい放置ある。そうですね、あそこは多分面接の男がオフトフォースされてるんで、はい、今キャストが気づいてくれたからよかったですけど、ここに3人で。つけ回しは誰がやってるんですか。いつもの回しの人間が休みで、最初のリーダーが1人休んだらもう回んなくなるのはちょっと。お疲れ様。お疲れ様です。で、修例に参加した軍神はキャストたちに厳しい言葉を投げかける。店内見たけど、正直なこと言えばホストごっこ、ホストはやってない。ホストごっこ、ホストはやってない。俺話したの今日セミナー来たよね。はい、言ったよね。役職で何のためなんだっけ。担当の価値上げるためだよね。役職とナンバーと広告業、この3つはあくまで営業ツールだよって話したよね。そういう一つの意味も分かってない状態でホストやったっていかにも盛り上がらないよ。1億目指してるんでしょ。ロックじゃダメ。軍神はこの日リアルに視察に来る前に GO グループのキャスト全員に向けたセミナーを行っていた。これからトップに立とうと思ってる人は勝ちにこだわってください。勝つです。今日セミナー来なかったら嬉しいよ。なんだこの。あ、僕ですか。そもそも、僕はもうついていく人が決まってるんで、うん、YouTube も拝見してるんですけど、うん、別についていきたいとは思ってなくて、うん、俺教わることはないかな、うん、ついてくる人ね。誰についていけないの。社長です。だから社長のためにやれよ。社長のために情報を得ろよ。別に俺は俺についてこなんて言ってねえよ。だって俺離れる。いずれはね、何もみんなから得ないのが離れるよ。みんなに与えるだけ与えて、ああ
本気で社長のことを思うんだったら社長のために働けよ。役職のことだったりとか価値のことを死ぬ気で得て幸せにしろよ。言ってることとやってることが違うんだよ。それがポップだっつって。本気でその人のことを幸せにしたいと思ったらその人のために頑張るんだよ。売り上げも上げるし、お店のために頑張るし、それが愛情じゃないの。それをみんなが利他的に本気で思うことができたら、このお店は南で最強のお店になるんだよ。誰もが入りたい、この店で働きたい、この人のもとに行きたいって。今は社長のためにやりたい、でも平田君のために、平田さんのために僕頑張りますって男も増えるんだよ。その時の平田君の価値どのぐらいになるよ。自分のためじゃないよ、みんながみんなのためにやろうよ。今キャスト少ないでしょ。キャスト少ないんだったらみんなのために仲間増やそうよ。そこじゃん。それをちゃんと本気で、まあ明日からの営業考えてほしいなったと思う。俺はみんなのために来てる、ただそれだけ。それぐらいリアルの男の子たちを本気で1億出したいと思ってるから、本気だから。俺は本気で来てるから、俺覚悟持って来てるから、うん、だからやろね。はい、うん、俺から以上。ありがとうございます。リアルを本気で1億店舗にする、その軍神の覚悟を聞いたキャストたちが本音でぶつかり合う。まあ、すごい人のは思ってるんですけど、他店って結構敵やと思ってるんで、そんなすぐペコペコはできないなっていう。まあ、みんなそんなペコペコできんのかな、愛国心ないなって思っちゃう。だまらしたらよくないですか。嫌やったら、うっとしいって思えたら反論できるような数字をみんなに出せたらいいし、成果も出せてないのにお前の知恵はいらんわってこう跳ね返すのは多分違うと思うんですよ。ミロさんのために生きてる考えも俺からしたら違うから。お前は自分のためにホスト始めたわけだし、たまたま上司がリノさんであって、別にそれは最初の話じゃないですか。一回ホスト辞めてるし、でそれで拾ってもらったのはリノさんやし、もう一回行き着くところは自分の成果とかにもつながると思うけど、その先はリノさんっていうのは僕ずっと入店してから言ってるし、前の店でも結果しかないね、この世界は。あんな東京から来て言われたらめっちゃイライラするし、俺だってもちろんセミナー行かんかったのは俺が悪いけど、あれって本質やから、ホストの本質に対してバカにされてるから。人事とかどうでもいいね俺からしたら。今日だってカメラなんか回してほしくないし、こんなすっげえ暇な店は見せて、まず俺らの組数と売り上げやろって。どうせこれ YouTube 公開されるんやろ、バカにされて終わりやで。それが嫌なんですよ僕は。俺が思うのは、じゃあ五木さんも軍神さんもさ、ゴールは一緒じゃないって。1億店舗2億店舗にしますっていうゴールが一緒やったら俺走れると思ってる。一緒に走り方違いから。で、店名何にするって言ってくれました。嫌だ。人に言えない気持ちをこの店名に込めたわけじゃないですか。目指すとこがゴールが一緒やったら手段を選ばずやっていきたいです。お願いします。はい、終了ミーティング終わります。今日も一日ありがとうございました。別に撮影入るのは嫌とかではないんですけど、うん、まあ、さっき軍人さん今日一日見ただけで、うん、もうホストごっこって言われるのも気に食わんし、うん、別に日向のあの言葉が好きなわけではないですけど、うん、店の名前と自分の上司の名前を嫌ってたって変わらないんで、あ、そうですね、ちょっとそこだけはなんか途中からも話入ってこなくなっちゃったすいません、ごめんなさい。いやこれって何やろうって。いや、その違和感って大事なんですよね。だってルイ君についてきた従業員バカほどいるわけじゃないですか。ルイ君に対して魅力があるからだと思うし、直感で感じたことに関しては今まで通り大事にしてほしくて。僕はユノさんみたいな頭も賢くないし、うん、裏方とかの仕事で頭を切るわけではないんで、うん、自分できる仕事やるんで、ユノさんとは別についていくじゃなくて、一緒にこの店を一番にするって、うん、ユノさんと並行して上に上がっていくつもりなんで。でも僕はすごい好きなんですよ、あの人のこと、うん、軍神さんのこと好きやし、講習行かしてもらって、うん、終わってからすごいモチベ上がったんですけど、うん、君たちがやってるのはホストごっこだよみたいな、うん、尊敬してる人にバカにされるのってこんな悔しいねんなみたいな、はい、だからそれが嫌じゃなくて悔しすぎて、ちょっと本質見てくれよみたいな、はい、そうですね、あのホストごっこっていうのにすごくイラッとして、あの僕も思ってるからイラッとしたんですよ。あれは多分本音やと思うんですよ僕は本音やと思ってて、みんなはそのどう受け取ってるか分かんないけど、数時間で見透かされた
見透かしてくれてありがとうっていう、言ってくれてありがとうっていう。日向くん、ちょっと大丈夫ですか？はい。結構軍神と言い合ってたなと思って。あー、軍神さんね、ぶっちゃけあんまり好きじゃなくて、前の店辞めて龍の社長って方に拾われて、これからエルコレの単純立たせていこうって思ってる時に、自分の店舗が全員敵やと思ってるんですよ。うん。その中でいきなり入ってきて、まあ、みんながペコペコして、まあ自分の店の愛ないんかなってなってるし、ぶっちゃけその軍師の話するのも嫌やし、軍師のさんも尊敬はしてるしすごい人やなって思うけど、全然意味わからんし、カメラ入ってるからとかじゃなくて、僕結構本心出てて、なんで、まあ、ぶっちゃけもうあんまり軍神さんのこと喋りたくないんで、ちょっと今日はすいません、帰ります。わかりました。翌日も総合プロデューサーとして各店舗を見回る軍神。昨日のリアルの様子を気にかけ、軍神がルイに声をかける。昨日の営業と今日の営業って何か変わった？ルイ君が意識したことだったりとか。まあ昨日みたいに、じゃあいきなりパッと時にすごい暇な店っていうのを見せてしまったのもあったんで、まず上からっていう意識はすごいあるんで、まずは自分が必死こいて組数呼んだりとか、今日は多分9組とかなんですけど、見えるところからしっかりと忙しいお店っていうのを作ろうかなっていうところの意識しかなかったんで。昨日と今日違うわけじゃん。はい。ね、昨日は暇だったわけじゃん。今日は混んでたわけじゃん、その違いってさ、やっぱさ意識じゃん。ルイ君が意識するだけでこんだけお店が変わるのよ、幹部とかトップが意識を変えるだけでお店はこんだけ活性化するのよ。もちろん運営で変わるよ、でも運営はしっかりしてる。そう、エノさんもそうじゃん、すごいしっかりしてるじゃん、話で分かるよ、どれもいいですし、じゃあその次誰で変わるって、でしょ、ルイ君はできると思ってるか言ってるからね、これ。俺はルイ君がここのリーダーになるだろうなと思ってるから話してるんだよ。はい。チームも、まあ、昨日、ユースさんの方から、まあ、君たちは細胞ごっこだよみたいな感じで、言われて、まあ、家帰ってから結構考えたんですけど、一個だけ、本当に僕のチームの疑問をちょっとお聞きしてもいいですか？はい、いいよ。軍神さんって、歌舞伎町に自分が持ってるお店があるのに、なんでリアルってお店を見ようなって思ってくれたんですか？俺はもともとホストを始めた時に、このホスト業はマジでクソだなと思ったんよ。搾取の連鎖、プレイヤーが姫から搾取して、そのプレイヤーがオーナーになって今度従業員が搾取し始める、俺その時マジで嫌いなのよ。リリオンとお店ラテも見てるし、でも俺はね、そこじゃないんだよ。俺はこのホスト業界で多分男の子たちがもがき苦しんでるのよ。それを見てるのが嫌なのよ。歌舞伎はある程度ね、形が出来上がったけど、じゃあ大阪どうなんて夢や希望を持って今ホストやってるわけやん。はい。でじゃあその男の子たちがじゃあ10年後目が輝いてるかって話なんよ。ホスト業界というものをちゃんとした業界にしたい。学校を卒業したらどういう職業をつきたいとか、ホスト業界って書かれるような俺は仕事にしたいの。これ本当に自分が仕事してるさ、はい、仕事をさバカにされてんの嫌でしょ、はい、自分のことを本気で応援してくれてる女の子もバカにされてるわけよ、ホストなんて言ってみたいな。腹立つやん。だ昨日腹立ったでしょね、あの俺がさホストごっこって言った時に、それはさ、もちろんルイ君自体がどうのこうのそのお店自体とかみんながやってることをバカにされたから腹立ったわけやん。腹立つでしょ、俺毎日腹立ってんだから。大阪なんてっていうのがその、恥さらしにされた感じだったと思ったんですよ、本当は。本心ってその人から聞かないと分かんなかったから、軍師さんにはちゃんと聞こうと思ったんで、この人たちは YouTube を面白くするためにリアルをおもちゃにしているのでは、そんな疑念を抱いていたルイ。しかしホスト業界を変えたいという軍神の熱い思いを聞くうちに、そのわだかまりはいつしか溶けていった。こっからや、こっからさ、いや俺らはホストやろっていう世界観作ればいいんや。でそこじゃん、はい、違います取ろうよ、はい、ね、もちろんルイ君が一番取るのも当たり前、でも店舗がちゃんと一番取ること。南の底辺のナンバーワンとさ、南のトップのさお店のナンバーワンって全然違うやん。違います。頑張ろうね。やります。やろうよ。お願いします。
軍神と共に歩む覚悟を決めたルイ。ユノさんが作ったこの店、ホストごっこって言ったやつ、絶対許さんし、YouTube 公開されたら僕死ぬほどアンチ増えると思うんですけど。